双葉には内緒にしちゃおっと。ついたね。うん、食べよう食べよう。私のはね、双葉が作ってくれたんだ。わあ、美味しそうだ。ほう、私のと同じくらいの出来だね。双葉ね、料理がすんごい好きで、将来は料理人になるんだって。へえ、イタさんか。板前かどうかはあれだけど。でね、私はパティシエになるの。パティシエって？お菓子の料理人のこと。お店持ったら私に食べさせてよね。お金払ったらね。私の方見てなかった？あ、欲しいの？いいよ、あーんして。ちょっと。ん？何？あ、うん、どうもしないけど。あれ？手、どうしたの？これね、お弁当作ってる時に包丁でサクサクやっちゃって。うわ、怖っ！防水のやつじゃなかったから剥がしたんだ。バイ菌とか大丈夫かな？水きれいだし大丈夫だと思うけど。そうだね、気をつけた方がいいよ、包丁には。マジで。はふー、食べた食べた。
うん。それじゃ、そろそろ帰ろうか。ね、眠い。私も疲れすぎて、体がグラグラしてる感じがする。学校の授業でもプールは疲れるもんね。そうみたい。かゆい。あんまり書かない方がいいよ。うん。今日はもうこれで帰ろっか。賛成。ぶっ倒れそう。あれ、もう駅？お薬あるの？虫刺されの。と思うよ。もしなかったらうちに来てね。多分置いてあると思うから。うん、ちょっと変な虫じゃないといいけどね。毒のあるのとか。しょうがないな、京介は。それじゃ、バイバイ。バイバイ。怒ってはいないけど、ただ外でああいうのは嫌だよ。脱がせたりとか。けどこの服だとそんな風にすると前も出ちゃうから。うん、ただいま。食器棚の上。
兄ちゃん、塗ってくれないかな。うん、だってその自分じゃ塗れないから。ボタン外してね。よかった。備長炭だ。気合入ってるな、お前。おや。おい、窓を開けてくれる？一酸化炭素中毒が心配だからな。ここに通販で頼んだ無農薬有機栽培特約農家にて採れたさつまいもがある。中は黄金色に輝いていて、写真を見た時マジでうまそうだった。うん、昼飯に。焼くの？
俺はボーイスカウトをやっていたから備長炭が相手でもへっちゃらですよ。すごいね。芋は大量に買ったからな。みんなも食ってええよ。私がいてくれるといいと思うよ。それじゃあね。